はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月11日だって、金曜日111 <laughs> <ん>日だって、私は何やったかわかりませんけども、も <laughs> はい、金曜日、今日のパートナーは、村井ゆずきです。はい、私の横には、こんにちは、うん、文化放送アナウンサー、鈴木純子です。そして今日の金曜日は、むっつりすけべの森です。11111、ミスター一物。

喫煙所でさ松崎しげるさんに会ってさ髪ののの毛色褒められた松崎しげるさんといえば私の中で一番大好きなアニメの「コブラ」なわけよ。「コブラに可愛いね」って褒められたようなもうじゃもっと可愛い格好してくればよかった。 十分可愛いでもうめちゃくちゃ眼鏡も丸いしいや今年違うもう眼鏡で会いたくなかった松崎さんにはこのメガネ好きなんだけどちゃんとこういう感じじゃなくてもっとレディっぽく大人の色気で決めたところだからいつもの方がいいとね俺は言ってるのに自分で可愛い方じゃたですよ 今年もうす、捨てたのね。もう私のカレンダーでは来年なのよ。もう捨てた早くないですかちょっと早くないいやもう、もっと早く捨てろよ、これ。ういうといやいや、いろいろあるの。ほら、見て見て。何、どうしたの えシミそう、うん、レーザーでしみ取ったりとかして、うんだね、今だから今年来年になったらツルツルになるんだけど今だからこうブツブツ取ったりとかして来年、うん、のためにもう今の状態はちょっともう長い、うんうん、から時期なんですね。うん コブラに会うなら来年が良かった。<laughs> <laughs> まあでも会っちゃなんだもん。だって可愛いって言ってもらったんだからいいじゃんね。もっと可愛いのに、うん俺。俺から見ればもうシミが今ボツボツだけどね。<laughs> <laughs> <laughs> 捨てちゃってますからね。今年捨てちゃったんですよ。何ちゃんと言っといてくんないと知らに。違よ。国丸食堂にね。入れないか。はいはい。あれなんだね。松崎さんみたいにじゃあもうく黒くしちゃったらシみ目立たないように。違う。松崎さんはそうでだけどそうだね。それもありだね。それもありだね。だけど好きな人のにもなるみたいな。 あれなんだってここにも来るらしいのよ松崎来てくれるらしいんだけど月曜なんだってどういうことなのなんで金曜日じゃないんだそれ松崎さんが避けたのどうどういうことなの避けたことはないそこは分かんない準備を上げようっていうことなんじゃないですか次会うまでちょっと間を取ろうってことなんじゃないです来年じゃないと完璧な雑誌早いんじゃないですか来年は完璧で 来年だってコブラじゃないけどみたいなそうだよだから脱皮するみたいな顔顔が一枚つるんって向けるはずなんだからこれ第一段階だから第二段階はこのレーザーの市民の傷が治ったらあのピーリングピーリング液の乳液とか使ってあのね酸が入ってるあの。ね 乳液なのね。三ちょっと一枚溶かそうと思ってる。あ本当に溶かすんですか。あ溶かして脱皮しようとしてるみたいな。もう十分可愛いから。本当ですよ。美エの欲求が。え。いやこのねその丸い目ごね本当にすごい。初めて見見ますけど。はい。これ内側からかけてるよ。お前結構適当だね。あいちゃった。 はい、学習だからじゃないですか。大滝さん。そう、先週いなかった。ね、大滝さんだから。来年になったら仕切り直しで。コブラを呼んで。コブ曜日なんか別の人出てきそうですけどね、本当に。なんかヘビ呼んでくれみたいな。イメージがあれだけどね。チンアナゴぐらいだったらね、用意できますよね。チンアナゴぐらいだったら、用意できますよね、我々ね。そうだな。チンアナゴいいわ。 <laughs> 僕らのね、小柄ほど立派じゃないですけど、はい、そうか。でも女の人はその試みとか取るのに、まあ意外となんかムロの話聞いてるとあんまり。 なんか躊躇なく当たり前みたいな感じだよな。え、だから、そん最初に行った病院で、そんなの、そんな薄いの?。気にならないお話の途中ですが、あの松崎しげるさん、コブラがですね、金曜日にご出演になることに。決まった、そうです。えやった。え、変更ってこと?。変更。やった。はい。金剛一回変更。それは、まだ今年中来年?。今年中。 今年中？年お前も今今年終わったっつってまだ<あ> <laughs> 終わってたませ今,今年まだ続く間に合わせましょうあのなんか PPT なんとかっての松崎に間に合うのんだいやそれは後にする後は後ですね シミの後はまだ間に合うのそれ。シミの後はなんとかあのコンシーラーでなんとかする。そうする。窮屈レイヤ絶対なんかかっこよく。いやメガネメガネメガはどうするのそのメガネ。メガネかけるわけないでしょ。えじゃあの最近こう方向転換しようとしたなゴスロリとかあっちの。ロイちゃんどうするのあれ。違うんだよだってコブラセクシーな女が好きなんだから。じゃ戻っちゃうんだセクシーな女。そうだ。よ今までのこね。そうですよねセクタイで。なんで笑っていやいやいや。 ねえなんかあれが本当の私なんだってね,ねおっしゃってた、ね、のって,、ね、っってたんでもあれの時の自分が。

俺はまあどうこのシミかまあどうしようかな別にいいんだけどなとかちゃんと私細かく教えてあげる。そっちのおでこのやつは保険で落とせるシミで、うんうん、目の下のところは三万三千円くらい。あそうなんだ。じゃあおでこの方は怖いじゃないかえいやそっちは。うん あのボコッとなってるのは保険聞くのよああそうな<ー>でボコっとなってないのこっちは保険聞いたもんですよお前でも保険きかないやつたくさん使ったみたいな感じいやここ公園一箇所だけこの薄いシミは、うん、あの 3, 3万円大体どこでもなんだけど3万ポッキリで3回くらい何回もこう浮き出させてレザーで、うん、<ー>3万ポッキリって3万って結構な値段だよ,よ、ね、なんで一生シミと付き合うの いやそれ言われても困る。ないまあでもそんなになあこの年齢になってくるとそこまで大竹さんあれですかゴルフの時とか日焼け止めとか何してないあもうダメだよ日焼け止めしてるゴルフの趣味だねだからね多分ね日差し強いですからねゴルフはいやめっちゃ気にしてるんですよ江口最近は僕サッカーとかやる時日焼け止めに乗るようになりましたいやいや番組にもねなんか 当初若い30代の男の人から当初が来てなんかこう僕の肌はとっても綺麗ですみたいな当初が来てた俺らの時代そんなこと気にしたことなかったからこの人男のくせにさとかって俺は思っちゃうわけだけどでも今も脱毛だとかなんでそういうのなんかとってもお金かけるんだっていやだけそれちょっとんか私は。 ど,どっちかっていうとあんまりなんかつるんとしてない方が好きだな男の人は。あ<ー>だってそうしたら私がつるんとせっかくなったって綺麗に。<laughs> まあ同じですからねう<の>そうね ね、だからそうだからそういう意見もねありねでも村の意見別に若い人の意見じゃないからねそうそうそうかだけど30若い若若いい人女の人の意見聞きたい若くない人に喋られてもさ三十超えてから目のいい男は嫌いよ視力のいい男聞いたことなかったなるほど目がよすぎてもだめなんですね健康に見えるほがいいじゃあ眼外入っちゃってる方が全然いい 全然老眼小さいものよく見えるからねああなるほどそこは目の絵ってほしいからちっちゃの見えないけど遠くのものとかねドキンガンドキンガンとかがいいんですねじゃあねガネ外すと全部ぼやけるぐらいだよ生きていくの大変じゃないでいかえっとえっと江口は 何してたって言ってた？いやバスでなんだこれ？僕あの先日あのバスで僕あの中学生の女の子に席を譲られたなことがありましたけど結構いろいろやっぱバスっていろんなドラマがありましてこの前もあの一番後ろの席であの一列になってるじゃないですかこれあそこ好きあそこ好きあそこにあの ご老人の年配の女性の方が2人友達かなんかで座ってらっしゃってその二列後ろから2列目に僕が座ってたんですけど結構ちょっと混んでたんですけどそしたら後ろのおばあさんが「会えてますよ!」って「会えてますから!」ってずっと車内こう響き渡るぐらいの声で「会えてます!」ってずっと言ってるんですよ。で俺もちょっと相撲とか見てたからどういうふうになってるのかなと思ったら。 なんかそのだから後ろの席が空いてるからそんなに立ってるおば,おばあさんたち「こっち座れな」みたいな感じででもまあ結構その、ね、座る座らないはまあ自由だろうけどなみたいな感じで思ってたんですけど「うんうん、座りなさい」みたいな「うん、あれこっち来なさい」みたいな感じでずっと言ってて、うん、そしたらもうあまりにもずっと続くから一、うん、人の,あのおばあさんがこうこ,ことこと後ろの方に行ったんですけど。 うんみたいなずっと迷っててあれんで座らないのかなと思って見たら後ろの席5人乗り5人座れるんですけどもう5人座ってるんですよね人座ってるからいやあのねちょっと私やっぱり座れないからみたいにんですけどいやここ詰めれば座れるからみたいな感じで人じゃなかった大丈夫いっぱいここ5人座っててそう座ってるけどいや大丈夫詰めれば座れるからみたいな。 いやでもお尻が大きいからみたいな、うん、大丈夫私も大きいけど大丈夫よみたいな感じで、うん、ずっと繰り広げって、うん、で結局ぎゅうぎゅうでもうあの後ろ6人座って、うん、並んで座ってたんですけど、うん、こんなパターンもあるんだと思ってでもなんかほっこりといえばほっこりなんですけどね。うん お前傍観者みたいな喋り方してるけど、なんでお前は立って席譲るの。本当だこれ、いや、ここ、普通さ、片っぽが座れませんけど、狭いっつったら。その時点で、ね。俺が、いや、僕、立ちます。その点も確かにありました。ありましたね。ただ、ちょっと、あの、俺もあれですよ。その、ね。一応、言っときますけど、ちゃんと譲るんですよ。ちゃんと譲ってるんですよ、普段は。 ああどうぞどうぞってでもその日はちょっとそのだから2人席の奥側に座ってたっていうのもあるんですよちょっとそれでまあちょっと、うん、まあそこでまあ、まあ、妨害しちゃったとはいだからだだ別に特に困ってらっしゃる感じの方もいらっしゃらなかったんですよね の年配でも腰が曲がった方とかもいらっしゃらないからまあ俺の中で OK かなみたいな感じでまあねでもこうやって冷静に話聞くとなんで江口立たねえんだって俺はだから聞いてるリスナーの声がもうバンバン俺の耳に届いてきたしかもさ芝居がって言って立ち上がってあらここが空いてますよぐらいのでそう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 そあれうそあそうそうそうっうそうそうこうそう こんなおかしいなやり方あったよって話をしたかったのに、江口席譲らないやつみたいになってきてるから、ちょっと違うんですよ。譲りますからね。ちょっと江口の気持ちは、し人に親切にするって、なんであんなに照れるんだろうね。照れます。私なんか、あの。新幹線の、あの階段がさ、降りるところって、エスカレートなくて、階段なのね、だから。 あのヒール履いてる女の人で重い荷物持ってる時って、私持ってあげるのよ。あのキャリーバッグとかね。なんだけど家に着くまで顔真っ赤だった。そんなに照れなくていいじゃない。ほてってあのいやいや違うい。いことが恥ずかしくてちょっとなんかそういうことしちゃったなっていうのが恥ずかしくて家に帰ってから顔がほてって。

うん、この前なんかそのちゃんとゆ譲ろうと思って電車ですけど目の座ってて目の前におばあさん来られたんで「どうぞ」って言ったんですよそ、うん、したら「いやいやいいのいいのやいっ,てって「うん、座ってて」っつって「あの大丈夫だから」みたいな、うんうん、っていうそこまではまあいいんですけど僕の隣高校生が座ってたんですよ。うんうんうん あのでさらそのおばあちゃんがそのまま、あなたに譲ってもらうなら本当はね、あのこっちのあの高校生とかに、ね、<laughs> 譲ってもらったとか言うんですよ、うん、それで高校生も、高校生もそれ聞こえて、あ,あ僕譲りましょうかみたいな、<laughs> いやいや、大丈夫、大丈夫みたいな <laughs> <laughs> どっちだよと思って。なんかさ <laughs> 分かさる 私と同じくらいの年、その人いやいやいやもっと上の方ですあれどうして心の声まで出ちゃうずーっと怪我って言ってるか答えなきゃいけないし年取るとあの黙ってなきゃいけない心の声もで言葉になっちゃう心の声で漏れてたのかあれでもあれだよな俺なんかあれだよな本来ならばもうあの譲られるとっくに譲られる こうだよね、多分わかんないけど、うん、どう見えてるのか知らんけど。え、譲られたら、座る?うん。うん、そりゃ、そりゃ、もう、そのゆ、譲、な、昔ね、どうぞって言って、いや、いいよなんて言われると。譲った方が恥かいたもんじゃない。いそう、多分譲られたら座るよ、俺は。ああ、いや、全然、うん。そう、いや。しかも、なんか、その、どうぞっていう人がさ、花火とか。うんうん 花ピアスとかつけてる男の子だったら超感動するよねなんかそういう感じが花ピのくせに鼻ピのくせにこいつ悪そうだけどいいやつ悪そうなやつが優しいっていうのはやっぱりずるいですよねまあでもなんかそういうまあ近頃私はバスに乗ってらんけどもそういう事情はどうなったんだろうねなんか結構なんかこう今の人って若い人ってなんかこうなんていうのかね 結構、なんかあんまり人のこと気にしないでみたいな。そうですね。まあ、ちょっと自分の世界にな。スマホ見ながら。外見ないみたいな。ね、なんか雰囲気もちょっとあるような気がするんだけど。イヤホンとかも。イヤホンも。してるから。うん、話しかけてて、ずっと無視されてると思ったら。うんうん、イヤホンついてたとか。結構ありますよね。ずっと。うん、そうだよねう、うん、ありますよね、うん。楽しそうに夜道をね、向こうからバカ声張り合えて。うん この人大丈夫かなと思ってたら、まあ、イヤホン越し、イヤホンで喋ってるのね。ありますね。あの、電話が分かんないですね、うん、今。昔みたいに。こうですてて <laughs> から。ううイヤホンの、あんまも耳に持ってってないですからね、もうね。<laughs> そうそうそう えと思いますよあるあるやっはっはははなんであれ車の中でもさ音楽系なんかでっかい声で歌ってる人って窓閉めてるから口だけすごいパクパクしてるこっけだよね外から見られるとちょっと恥ずかしい俺はありますもんはあれだよねあの鈴木さんなんかあれだよね あのドブロックにふさわしいなんか巷の話題があったみたいだよねあ、えっと、毎日新聞の記事なんですけれども女湯狙う窃盗続発え <laughs> 女湯ばかりを狙った窃盗グループが摘発されたんですねいいあの脱衣所からクレジットカードを盗む手口でもう被害が1億円を超えているんですけれどもなぜ、女湯がターゲットにされたのか、はい、ということなんですが。 女性の女湯の脱衣所には防犯カメラがないところが多いと、えー、男湯の脱衣所にはカメラ設置しているところが72%一方、女湯はゼロだったという、うん、あの一般社団法人、うん、音浴振興強化というラは。 つけられないだろうただ廊下とかはあるんだよ。こないだ温泉行った時にさ全部その貸し切り風呂みたいな違うのがあるわけね。で廊下1個で隣同士なんけ。 誰もいなかったしタオル巻いて移動してたらそしたらちょっと注意された。見られてたんですねどうどうするよこれ盗難が多いとだけど脱い所にカメラっていうのはあれじゃないやっぱりあのちっちゃい金庫みたいなの用意するしかないんじゃない昔のやつとか昔ってあれですよねああの間のところに人が 行ったりしましたよね番頭さんみたいな女性従業員がねエイジ周りをあのねあのバンザねあそうバンダリーなんだけこうどっちもこう見てたりしてでもこれさあちゅうことは女の人ってこと窃盗してた人もそういうことになるそうだよねいや入るなんいやわかんないどうなるそうそうでしょそれは女じゃ、女の人じゃなきゃ そうです入れないも、ねうんねそ,そうですね、うん、えっと逮捕されたのが埼玉県和光市のえっとこれお名前がお名前っていうのもなんですけど容疑者の朱、うんうん、容疑者中国籍の。 えー、男女5人とあるので<ー>男性も含めてあ<ー>まあでも女性もいうで、ね、うれいいですね本当に男湯にひ逆男は結構カメラがついてるっていうことになるんですよね。う あらちんちんばんばんとっていいのかみたいなそういうこと言ってもいいんはバンバンとっても構わないんだみたいな防犯カメラの映像は必要に応じてその店主や警察など不特定多数が確認する場合があってやはり女性から理解を得られにくいという背景がそれはだって得られづらいでしょうよ卑劣じゃない風呂くらいなんかさすごい解放されたいよねそんなところでット働くなんて。

まず今日のラインナップに行く前にですね、うん、時事通信そして共同からのえ速報が入ってきました。うん、え岸田総理が話し法務大臣のえ交代を含め検討に入ったことが分かったということです。ひどいもんね。あ死刑の、うん、ですね、はいえー。ではまず、えー、ラインナップです。朝日新聞から、えー、環境 NGO の国際ネットワーク気候行動ネットワークが9日 温暖化対策に後ろ向きな国に送る化石省に日本を選びました、うん、日本3年連続コップ27で発表したということです、はいえー、化石燃料への公的補助金などの額が世界最多となったことなどを理由にしておりますそして、えー、先ほど速報でもお伝えしました、えー、話、えー、法務大臣が、えー、今 岸田総理が交代を含めて検討に入ったという速報が入りましたが毎日新聞の社説から、はいうん、死刑をめぐる話の発言、えー、法務大臣の的,的確性欠いているという見出しで社説で載せております朝死刑のはんを押して昼のニュースのトップになるのはそういう時だけという、えー、地,味地味な役職と述べたことについて、えー、過去に、えー、法務大臣を務めた谷垣氏は在任時 私の仕事の中で一番荷の重い仕事だと語っていた死刑廃止派だった千葉恵子氏は命令書に署名した死刑の執行に立ち会ったその後東京拘置所の刑場を報道機関に公開し制度の損否を含めた議論を呼びかけた、えー、裁判員制度の下一般市民も死刑判決に関わり厳しい選択を迫られることがある世界的には死刑廃止が潮流であり 制度を維持する日本は少数派であるという、えーうん、法務大臣の説明責任も重くなっている、えー、法務大臣になってもお金は集まらないなかなか票も入らないとも述べた職務に真摯に向き合う姿勢がうかがえないと本当に一言で言うとななんじゃないかと思うよね、うん、しかもこの発言はあのが10月に、えー、過去に2回行っていたことも分かっています。 もう二回それねもう注意されなきゃ指摘されなきゃわかんないって話で、はい、そのなんか二回喋ったところでは何も言われなかったし何も思わなかったってことになっちゃうねなんか結,結構それ、うん、テレビ見てたらコメンテーターの人田崎さんなんだけど話してたけど、うんうん、結構ネタ的に話してたんだよねそうなんだろうなもうネタだと思ってるんだろうね、うん、ここら辺まではみたいなはい、えー、インデックスを続けてください、はい 日経新聞の一面です。うん、次世代半導体を国産化、うん、え、国産化に向けてトヨタや N. T. T. が新会社に出資しております。うん、え、この新会社の名前はラテン語で速いを意味するラピダスという名前なんですが。うん、まあ、速いか遅いかと言われたら、どっちなんでしょうねという感じもしますね。まあ、なんか知らないけど、ここは大きく出遅れた感があるよね。うん あ早いっていう意味だけど、まあいずいぶん遅れたな遅いっていう声の方が大きくなってたらね。遅いよ。ああ、遅い。はい、遅い開けてから、ね。えこのほか東京新聞です。外苑枝長一部生育不良。え、うん、外苑のシンボルの枝長並木、え146本のうち6本で枝の一部が枯れるなど、うんうん、生育状況に問題があると、え日本イコモスの調査で分かりました。うんうん この六本は四列の並木のうち、西側の一列に集中していて。うん、再開発で最も、新野球場の影響を受ける可能性があるということです。あ<ー>まあ、あれ、まあ、この石は切らないんだよね、でもね、と、はいってことは分かった。俺だから、前通りかかって。まあ、ほとんど黄色くなってたと、一応はね、うん、で、みんな見に来ていると、うん、まあ、賑わってたねって話はしたんだけど。 そのなんかちょっとだけ色の変わってないやつがあったのね、はい、あれの手前って言ってたらあのことかなそこだけはなんかまだ黄色くもならないでどうしたのかな、うん、みたいな感じでちょっとだけ23本見たのね、うん、だから多分毎年はきちまあだからそのそ俺の見たそのな何本かの話かなと思って聞いてたんだけど。うん まあ今でもなんかこう影響が出てるとねこれが隣に大きなビルたすとどうなっていくのかなっていう心配をしてるね、はい、毎日新聞そ、うん、あ、うん、そして毎日新聞からえ広島市教育委員会は広島特別支援学校で今月1日朝の通学時のスクールバス内で 小学部の児童ががおよそ45分間置き去りにされる事案発発生したと発表しましたたと表ま2人の介助員がそれぞれお互いが車内を見回ったと思い込んで児童生徒の校舎を確認せずバスはそのまま市内の車庫に向かって連絡を受けた運転手が車内に置き去りにされていた児童を発見保護したとということです保護されてよかったけど大きい事件があったばっかりだから、うん、もうちょっとみんな。 ちゃあとだから記事では「怪獣の人が2人いた」と「2>, うん、2人いても見落としたと」と、うん、しかもこの間の事件があったのにっていうとかなりこれ疑問符がつくよね、うん、あれさあ最後ってチェックしないのそのいやだからもうするようにしたってしなくちゃだめだって話になってたじゃないうん、うん、悲しい事件があったからはいまだ続いてるっていう話だよね置き去りが。うんうん 以以上上でですすはいどこに戻るんだっけ、最初の。化石がまた日本にというそれあるけど、これよりかちょっと、さっきのの梨さんの話が入って、岸田さんの話が入ってるから、こっち先にしようか、岸田総理大臣、話大臣の交代を含めて検討に入ったことが分かったということです。 法務大臣の的確性を欠いているのではないかということですね、うん、えこちら特報部東京新聞の記事でも特集をしていますえ過去にえ法務大臣を経験した方からのコメントなども出ております えー、民主党政権時代に、えー、法務大臣を務めた平岡秀夫弁護士、えー、この方は、えー、大臣時代に執行命令を下さずに今は弁護士やジャーナリストらで作る死刑をなくそう市民会議の共同代表世話人を務めておられる方です法務大臣は入管や難民人権人質司法を含めた検察捜査の在り方などさまざまな問題を扱う。 その仕事を揶揄するひどい発言だとコメントしております同じく民主党政権時代に、えー、大臣を務めた小川俊夫元参議院議員も、うん、人の命のことだから重みを感じていたと話しております、えー、冤罪の可能性や病気他の死刑囚と比べて執行の早い遅いも見極めて入念に臨んでいたということです、うん あのねまあ、世界何カ国だっけ200カ国のうち、はい、死刑の執行がある国が55カ国その中に日本は入ってるわけだよね。まああのまあ、あのこの問題はもっと考えなくちゃいけないなと。 いう,ふうに俺も思ってるんだけどねでも法務大臣までなった人が、うん、こんなさ、うん、人の命とか人権とかそういうことに対してこの程度の感覚だっていうのが恐ろしいね。そうなんだよでさ、うん、こ私この社説、うん、マンチームの社説に書いてあって「うんうん、谷垣さん、うん、前に法務省を務めてた」が、うん「うん、私の仕事の中で一番にの重い仕事だ」ってっやっぱり谷垣さんってすごい。 まともっていうか常識人まあすごいっていうかそれが結構まともな発言だ。普通は気が重くなるよねそれはそうですよか誰かのこれはそうでしょうね。どういうことなんかね、うんうんえー、現場にね前立ち会っただ誰だっけその人も白岡さんだったっけでもまあ結構 大事だっていうねこの制度にねだってあれだよ法務大臣その話さん法務大臣になってもお金は集まらないだよなかなか票も入らないだよすごいよねこの発言すごくないこの発言じゃあ他の大臣金がバンバン入ってんのかって話だよねこれ逆に言うとねだから自分の法務っていう仕事柄ねあ他のんか企業との関わりとかは いろんなことが少ないから、はいおか、お金も入ってこないってこの人言ってるんだよね。ねしかもな。票もなかなか,なか,なか入らない。じゃ、はい、ちょっとこの辺もね。どういう意味？いい意味で言ってんのかわかんないけど、前にあのー、2010年に菅、はい。菅。 内閣だっけ、はい、で法務大臣だった柳田実さん,田さんこの人もなんか問題発言してたね、はいはいえー。辞任につながる発言があったんですが、うんうん、個別の事案については答えを差し控える法と証拠に基づいて適切にやっているのこの2つのフレーズをわからなかったらこれを言うと 述べたということでこれが辞任につながる発言になったということですね便利だこの二つの言葉がねあればあの大体の国会の質問は乗り切れるとね。あれか今流行りの冷笑系ってやつか恥ずかしいまあ、そこら辺はちょっとだってちょっとそれでいいんだぜみたいな。まあまあそういうことですよねそれで乗り切れるなはいしかもねあの これを総理が今なんていう速報が入ってきたんでしたっけ。はい、ええー、話法務大臣の交代を含めて検討に入ったことが分かったと。うんうん、で、共同通信からも、ええー、話法務大臣は更鉄と政権関係者が、うんえー。告げたということですね。あのいろんな形で、こう大臣が任命されて、その大臣がそれぞれの省の。ことをトップとしてやっていくんだけど。うんうん この適材適所っていう割にはさいかにもなんていうのこうちょっと法律のことこの人どのくらい一生懸命やってるのかとかあとはさ政治家って言葉が命なんじゃないのそうだよそれにしては軽すぎるっていうかさびっくりするよ。言葉が命命なのにというか それでなんか自分の仕事が評価されることが多いのに、うん、その言葉ないがしろにして、うん、まあ軽い言葉で、まあ、多分なんかこうも,もうちょっとね、うん、あのうがった見方をすれば、うん、まあちょっと大向こうをうならせようと思って発した言葉みたいにも聞こえるじゃないなんか「お金入んなんですよ法務省は」うん、ーーみたいな言い方ってさでもそれはちょっとな、うん、そうなんかこう別に。 あのこの会議で笑わせてほしいとか思ってるわけじゃないからな、うん、真面目にやってくれて一生懸命やってくれることがえそれこそ k y じゃないの、うん、k y いや違うんだ現場で空気読んでこんなこと言っちゃってるんで多分逆にかだからまあでも10月にね過去に2回その自民党 議員のパーティーで発言していたということがあるのでだからそこでも問題にならなかったわけだよ、うん、聞いてる人たちの間でも問題にならなかったわけだよね、うんはい、外側に何かこうあのなんて向かったのがこう引っかかっちゃったっていうことでしょはい、はい、えー、えー、ねえ法治国家のね象徴のお仕事だよねこれは、うん、それなのになんかこう 軽すぎる発言がこう。飛び交ってると、はい、今の国会。さあ、今日も始めましょう。